ホセルイス・ヌニエスは、スペイン・バスク地方ビスカヤ県、バラカルド出身の実業家、ヌニエス・イ・ナバーロ建設会社とヌニエス・イ・ナバーロホテルチェーンを所有している。1978年から2000年には、カタルーニア州にある総合スポーツクラブの FC、バルセロナの会長を務めた。1978年、ソシオが参加する、初の民主的な会長選挙によって、 総合スポーツクラブの FC バルセロナの第35代会長に就任した。会長就任以来、経営基盤を安定させることに努め、カンプノーの改築によるサッカー部門の観客収容数の増加、有名選手の獲得による経済波及効果でクラブの収益を上げ、組織会員数を大幅に増加させた。また、 1979年10月のカタルーニャ州自治政府誕生に呼応してカタルーニャを代表するクラブであることを強調した。そして副会長のジョアンガスパールとのコンビで20年近くに渡りクラブの実権を握り続けた。FC バルセロナの会長在任中には4競技のプロチームが計1 7 6のタイトルを獲得している。内訳はサッカー部門が30。 バスケットボール部門が36、ハンドボール部門が65、ローラーホッケー部門が45である。注目すべきは1999年であり、4チームすべてが各競技の全国選手権で優勝した。クラブの素使用数は就任時に77,905人だったが、退任時には10万6,000人に増加した。就任時にはスペイン全土に十六のペイネースが存在したが、 退任時には、世界中に1300を数えるまで増加した。在任期間の終盤には、サッカー部門の監督にルイ・ファンハールを招聘したが、ファンハールは、オランダ出身選手を徴用し、地元カタルーニャ出身者を礼遇し続けたため、ソシオの反発を招いた。2000年に、FC バルセロナの会長職を退いた。2018年12月3日、87歳で逝去。 ジョセップ・リュイス・ヌニエス氏正教 FC バーセロンナ2018年12月3日。ありがとうございます。